ネリドボの紋章、ネリドボは、ロシアトベリ州南西部の都市。バルダイ丘陵の南部にあり、西ドビナ川のシリメジャ川に沿う。州都、トベリからの距離は南西へ 276km。人口は2002年全ロシア国勢調査で26,154人。ネリドボの第二次大戦記念碑現在のネリドボの、近くには1701年頃からヨトキノの村があった。 1900年、モスクワベリーキエルキリガベンツピルスミナトカムを結ぶ民営鉄道の建設とともにネリドボの集落が誕生した。ネリドボの名は15世紀以来この地を拠点とした貴族、ネリドフ家に由来し、この鉄道もネリドフ家の土地を通っていた。翌1901年に鉄道が開業し同盟の駅ができている。この集落は1949年に死の地位を得た。 ネリドボ駅からモスクワのリガ駅までの距離は3 3 4トルとなっている。また町の北方にはモスクワベリーキエルーキを結び、リガに至るロシア連邦道路 M9 が通る。主な産業は周囲の森林地帯で生産される材木の製材で、その他機械工業、プラスチック加工、食品などの産業が周辺にある。また周囲では活端が取れ、 死の文章にも林業と工業が反映されている。ありがとうございます。